前髪パッ、あ、前髪パッツンにした、ほら本当はね、後ろの髪の毛もね巻いててもらってたんですよ。でもだけどね、暑すぎて耐えられなくってね、切っちゃったそう、外の暑さに耐えられなかった、あまりにも。だから切って、あのあれなんだっけ、まとめちゃった後ろ。こんばんは、パッツン、ほらパッツンパッツン、クリップ全然見えない、クマちゃんクリップなのに。お疲れいちです。こんばんは、イシケンマシンさん、ブーケありがとう。川だって、平田おじさん、えー、嬉しいそんな子褒め、なんかそんなこと言ってくれるんね。ジャンタクさん、かわいい、ありがとう。なんかね、そう、でさ、美容院行った日ってさ、なんか髪質悪くなるんですよね、いつも。なんで病院でさ、トリートメントした日って髪質悪くなって、お風呂入った後に髪質良くなる、なんでですかこれはなんでなーで、なんでなんで。どうみんな、パッツンパッツン前髪と普通のよくこう流したこういう斜めのやつ、どっちが好きですか東地暮らしさん、おつりえち、おつりえちね、今日めっちゃ暑いよね。本当に私も外を歩いてて本当めちゃくちゃ暑くてやばかった。今日はね、美容院行った帰りにアットコスメ行きました。アットコスメ、アットコスメも行きました。でその後109でお買い物しました。かわいいお洋服を買いました、ディズニーに向けて。はー猫さん、パッツンしか勝たんだって、本当？パッツンの方が好き？でも D は前髪なしが一番好きです、ね、パッツンでも流しでもなく前髪なしが一番 D は好きひなつん、パッツン好きでしたって、本当嬉しい。ひなつん、ひなつんのためにパッツンにしたあ、なんかごめん、コメント消えちゃったかも。あ、ごめんね、なんかコメント消えちゃった。やってることシティガールで草だってなんでそんな、そんな、確かに109、タワレコも行ったよ今日。タワレコで STU のコーナーを見てきたんですよ。STU コーナーを見て、なんか写真撮ってきて、でしたらその後109に行きました。あ、そうだね、今日は病院、その後はなんだっけ、アットコスメ、その次がなんだっけ、
こに行ったんだっけ。美容院で、あっとコスメに行って、あそうだ、タワレコ、渋谷のタワレコに行きました。でその後109でたくさん洋服見て帰ってきました。でも超暑かったんですよ。外、美容院が神宮前だったんですよ。神宮前が最寄りで、そこだから、そう神宮前から渋谷まで行ったから15分ぐらい炎天下の中歩いて行ったんですけど、結構しんどかったです。もう途中で本当にタクシーで行こうかちょっと迷ったぐらい。あ、なんか流してる方が好きって言ってくる人がいるから見なかったことにしよう。塩田さん服買ったんですね。そうなんですよ、明日に向けて。でもね、なんかね、多分なんかリエに膝丈の靴下を買ったんですよ。レースのね、靴下を買ったんですけど、なんかいざ開けてみたら、なんかめっちゃ、なんていうの、この膝の半分ぐらいのさ短さのやつで、これさ長さ違うやつじゃないって思ってさ、びっくりしちゃった。だからさ、リエのコーデの計画がちょっと崩れた。ルパンさん100回目訪問、ルパンさんそうなの、ちょっと待って見てみよう。あ、本当だ、ルパンさん100回目、ありがとう、100回も来てくれてありがとう、ルパンさん嬉しい、わーい、これからもよろしくね。これからもよろしくね。カワチーフェスティバル、カワチーフェスティバルですか。ピーチかわいいね。だってカズさん本当ありがとう。前髪でもママにもパッツンじゃない方がいいって言われた。似合ってないのかな、パッツン。意外とパッツンにしたかったんですよ。横から見た時にさ、斜めの前髪だと変だったから、パッツンにしようって思ったんだけど、パッツン似合ってないらしい、ママ曰く。今ドラマ見てます。何のドラマ見てるの今。ドラマ何やってるの全然。でドラマ見ないんですよね、本当に。ドラマ、最近のドラマがだから全然わからんのです。あ、そう、今日遊びに行ったから知ってる。キラキラさん、美容院を耐えられない人で渋滞してなかった、だって。何、耐えられない人ってどういうこと。でも美容院楽しかったよ。でもあんまり今日は長い時間入れなかったから、たくさん美容師さんと話できなかった。可愛い美容師さんでした今日は。お姉さん、韓国っぽいお姉さんでした。パッツン可愛い、再発見なって、再発見。朝配信でコメント読んでくれてありがとうな、っていつも見てるよ。こういう埼玉、あ、そうそう、渋谷のタワレコ行きました今日は。そう、サラさんとかリスエンさんとかのやつがあった、なんかサインと一言みたいな。若いんだから頼むよ、だって。じゃあなんかね、若
関わらないけど頭働いてなかったね。なんか朝配信みたいになってる頭働かなさすぎて。ゆうじさん、デイチ可愛すぎてアイドルってすげえと思って。そんなに、めっちゃ嬉しいよ、ありがとう本当に。待って、なんか喉おかしかった嬉しいです。じゃあパッツンデイチも好きでいてください渋谷行ったよ、キッチンさん溶けなかったらって。なんとかって感じでした。本当にもうあのね、水を持ってかないで行ったのね。でも耐えきれなかったのでちょっと途中で水買いました。本当にしんどかった。もうみんなに迎えに来てもらいたかったです、暑すぎてみんなに今現在地送るんで誰か来てくださいってめちゃくちゃ暑かった。今日日傘さしててもダメ、無理。17歳がタクシーとはなんだって。確かに贅沢な17歳。でもさ、リエの学校のさ先輩にさ、なんかね、遅刻しそうになるとタクシーで来る先輩がいたんだよね。なんかもう今日間に合わないみたいになるとタクシーで来る人がいた大ちゃんさん、私を呼んでくれれば送ったのに。呼べばよかったゆうじさん、地元が39度だった。39度、もう40度じゃないですか。めっちゃ激アツですね。どこ39度？埼玉、東京は37度ぐらいだったよ。南光さん、こんばんディッチです。ゆりちゃん、パツン似合ってる、かわいいな。ありがとう、ゆりちゃん嬉しい。ゆりちゃん大好きよ、早く会いたいあのピーピーさん、こんばんでいち、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ゆっくりしてってくださいこの人さん、今配信見に来たらさらに可愛くなっててびっくりです。本当嬉しいです。ちょっとパツン褒めてください。パツン可愛いね、デイチが世界一可愛いよってみんな送りなさい目あっち、口紅リップ塗って、そう塗ってる。そう、朝いつもめっちゃなんか保湿みたいなやつだからさ、リップ濃いね。めっちゃこうやって見るとめっちゃ濃い。指原さんのリリミュー使ってる。ウパーさん、パッツンが希望だったからほら嬉しい。本当？じゃあよかった。意外と好きなリエチの前髪、いやリエは本当に前髪ないやつが好きです。あの前さ、日光東照宮の写真送ったことあるじゃないですか。わかるかな、ピーコート着てたやつ。私はあの時の前髪、あの時の髪型が過去一好きですあ、そう、くまねパパさん、そうリエのママがね、くまねパパさんのそのね、松田聖子さんの傘の写真を見てね、めっちゃね笑ってたそう、ママが笑ってました。 D の横に夏田聖子さんの写真載っけてるよってママさんはリーチに厳しいからな、昔からって。ママそう、ママ厳しい、優しいよ、優しいけどよく反省会をしてます今太郎さん、お疲れリーチです。さん、今日は仕事で越谷市にいるんだけど、今から行けるおすすめスポットある？今から行ける？越谷レイクタウンぐらいしかなくない？分からん。刑事ドラマか、なるほどね。平手王子、髪切ったのに気づいた。それはそういうのに加えてメイクの変化まで気づくな。えぐ自分で言うだって間違いないいやでも本当にすごいね、よくそんなの気づくね。すごいと思う。なかなか気づかないんじゃないか。だって前気づかれたことなかった。今までってか、前浅草行ってた時とかもそれをそのまま配信したけど気づかれたことなかった。これびっくりした今。パ
あさ、都内は暑さすごかったよ。そうめっちゃ暑かった、本当にもう暑いし人多いし日傘、そう今みんな日傘さしてるからね、日傘がめっちゃ当たるんですよ。おゆうさん、店員さんにアイドルやってますって言ったらって、え言ってない、普通に高校生ですって言われて、え夏休みって言われたから、夏休みじゃないんですけどって、でも月あの親の転勤で広島に今来てて、でじゃあなんで今こっちに来てるのって聞かれたから、あおじいちゃん家に、おじいちゃんに会いに来てるんですって言った伝わる？リエチ二期生さんのイキリカさんに似てる、だって、え本当に初めて言われた、それは初めて言われた、今日のこのメイクが似てるのかな、分かんないけどイキリカさんに似てるって初めて言われた暑いと頭ぼーっとする気出した後に、そうなんです、明日本当に、え何のカチューシャがいいかね悩み中、明日どんな髪型がいいと思う、何がいいと思う、みんな考えてくまねパパさん、今日は一歩も外に出てない、だって、もう本当にそれが正解ですよ、暑すぎて。猫さん、広島のタワレコなら会えてたかもになって、広島のタワレコ行きたいんだ、あのパネル書きに行きたいから、えこれ D がサイン書いてる人みたい、ペッペッってみんな、え D のサインって世に出てるの、もうカズさん仕事分だけででも迎えに行きましたって、え来てそう髪の毛ツインしたかったのね、しかもパッツン前髪だからね、ツインかハーフツイン絶対したくって、ちょっと楽しみ、カチューシャつけなければ写真送りたいなって思ってます、行ってくれればヘリコプターで迎えに行った、ヘリコプターで待ってます、車にゴーのステッカー貼っておきますなんてお願いします、デート専用タクシーはい、タクパイセン、えみんな送迎してくれますか、デーチ多分そんなに車で行ったら距離ないんですけどね、109までお願いします1キロ1円でお願いします、塩田さん37度でもやばいね、やばいですよね37度でも、でも自分がそう D が見た時は37度だったけど、どうなんだろうね、もしかしたら39度いってたのかもしれませんね、ユージさん宇宙一可愛いだって世界一超えました、宇宙一です、ナピちゃん前髪パツン可愛すぎ、本当パツンにしたんだ、そうちょっと当分はパツンでいきます、気に入ってくださいテイチが世界で一番可愛いよ、早く会いたいなんて私はもうすっかり言われなくなったのだって、えなんでいつも言ってるくない、言ってない、ナピちゃんまだバイト中、あ頑張ってナピちゃん、暑いよ外は、まだ外も暑いからね、お家に帰るまでが戦いだよ森健さん、リーチが STU サイト場面で一番可愛いってリーチしかいないんだわそれは猫さん世界一可愛いリーチ認知もらいたいよまだえうんごめん違う、もう覚えたってば、もう覚えてるよ、だから安心してください、もう覚えましたからとか言って間違えちゃったらどうしようそうでもすぐ覚えます大丈夫、でもだから猫さんのこといっぱいしっかりメモしたから、だから大丈夫、
そうでもディエね、そう猫さんがと最初にあのあれじゃないですか、放課後ホームルームしたじゃないですか。でその時に猫さんのことをなんか帽子がすごい印象に残ったから、帽子がどうのこうのみたいな感じで書いたんですよね。だけどね、いざお話し会、大阪のお話し会行ったら帽子かぶってなかったからだってしっかりみんなの顔を見ることにしますね。くまねパパさん、笑っていただいて光栄ですなんて。そう、DH ママもうめっちゃ笑ってました。みさみさ、キャーかわいいで。そういうママに刺さりました。越谷でククルのたこ焼き買いましたって。越谷に持ってるんですね。ストアチクらしい。神戸は30度だから涼しい方か。え、全然涼しい方ですよ。もう7度もう下手したら10度も違うよね。すごい、いいな。みやっち、俺も雰囲気、髪の毛切ってること気づいてたわって。え、本当に嬉しい、気づいてくれたの、ありがとう。八王子が39度でしたね。だってそうなんですか、八王子がそんなに暑かったんだ。え、でも八王子が39度ならさ、渋谷とかもさ、もしかしたらそれぐらいあってもおかしくなくない。ミルク、親の転勤とはなって、そう、親の転勤って言いました。あの転勤で広島だって、確かに普通にこの時間だったらおかしい。だってめっちゃ平日の昼間に行ったから。今日の雰囲気、ゆきりかさんか、本当に嬉しい。何がいいかね、明日の髪、今ねくまちゃんのクリップで髪の毛止めてるからね。そう、うねうねよ、見て、可愛くない、くまちゃんのクリップ。ちなみに暑すぎて急遽買ったんですけど、タグ外すの忘れちゃって、タグ付き。これを頭にずっとつけて電車乗ってた。タグついたままなの。そう、切ろうと思ったんだけど切れなかったの。巻き髪ツイン、絶対可愛い、可愛いよね、巻きたいね。明日やっておじさんちょんまげだって。はぁ、絶対やらないんですけど。翔太さん、サイン書いてくれたら倒れ込みに行くね。ねえ、見に来て、ポニーに、ミニーのカチューシャ。絶対可愛い、安定に可愛いです。明日も暑いから髪型も動きやすく、うん、そうね。ディエはディズニー行く日は、ディズニー行く時っていつも三つ編みとかしてるかも。三つ編みか、なんかお団子してる、下でこう2つでこうやって。伝わらん。でクリップしたからめっちゃ跡がついちゃって、もうボサボサになってる。ぐねんぐねんです。ハーフも可愛いね。渋谷ひかるさん、フォローありがとうございます。浜田響き、広島遠いので、浦和のタワレコにもサイン書いといてください。浦和のタワレコにないでしょう、リエのやつ。だったら嬉しいね。行ってもいいけど6年ぶりぐらいの運転になるか、地獄に送迎してしまうかも。だって、ひらとおじさん、それはちょっと怖いからやめときます。ね、危うく犯罪者になっちゃうところよ。
まあ、プライベートの行動って言わない確かに確かに、そうね。まあでもディズニーはいいかなって思った。ディズニー行くよは別にいいかなって思ってます。はい、プーさんね、プーさん可愛いよね。ではラプンツェルがでも一番好きなんですよ。 STU で一番ディズニーが好きな自信しかない、負けないです。では負けない。どんなに他にディズニーのことを好きな先輩がいようが私は負けませんなんか櫛使い、早くリーチの君好き見たいよ。だって AD もやりたい。早く君のことが好きだから、僕はいつもここにいるよ。一言紛れて気づかなくてもいい、大好きでも早くやりたいです。君好き、でもめっちゃ好き、踊ってて超楽しいなって思います。大好き。お話し会も、お話し会も発音会、発音会って何？うん、メモ、メモのこと。そうメモしてるよ。お話、うん、なんかお腹空いた、さっきご飯食べたのに。リーチに認知されないようにこれからも着ぐるみで他の方より目立たないように気をつけるよ。だってミルク、もうすでに目立ってるのよ。ミルク、ひとうち暮らし、今日ペンライト届きました。アイドルペンライト初めてなのに届きは、そうなんですか、それはワクワクすぎるいいね、ドキドキです。キャップさん、テーピョーだってなに、可愛すぎるだって本当にパッツン好き。前髪をパッツンにしたんですよ。でも流しが好きだとか言ってくる人がおりました。どう思いますかね、ディズニーのカチューシャつけて配信したい。タカフミさん、お話し会のアプリにリエチのお話し会、お話し券表示されてたよ。もう少し、はあ、楽しみ、めっちゃ楽しみですね。パッツンリーチとご対面。絶叫系とかお化け屋敷とか得意ですか？お化け屋敷今まで一回も行ったことないんですよ。お化け屋敷行ったことないけど、でも怖いのあんまり好きじゃん、なんか怖いのあんまり好きじゃないので嫌ですねちょっと気が向かないです。でも絶叫も乗れないんですよ、あんまり得意じゃないです。今度ディズニートークしようね。だってしたい、しましょう。ディズニートーク、ディズニー大好き。
半年に1回は攻めていきたいよねって感じです。そうラプンツェルが大好きラプンツェル本当に可愛いよね。あれでめっちゃ髪の毛うまくできてなかった。あれクリップ入れたはずなのに、クリップつけたはずなのにさ、全然クリップに巻けない。なんかちょっと可愛く見えてきたこういう髪この辺で結んでんのかなみたいな、うん、ちょっと無理あるユニバーアンチ勢のくせに年パスだけは。そうなの？そうなんだ、みさみさ。え、いいな。ユニバー年パス。うらやましい。やっとうち。わしみたいな。17歳。知ってる時点。犯罪。合法です。浮遊物さん。あ浮遊物さんヤッホーです。浮遊物さん推薦コメントありがとうございます。お返事書いたからもしよかったら見に行ってくださいね。うん、もうご飯食べました。なんか今は何が食べたいんだろう。うん、なんか冷たいものが食べたい。かき氷、誰だそんなこと言ったやつは。だって自分の心に聞いてみなさいよ。ヤップさん髪型のメイクも可愛いだった。ありがとう。あ今日アイスボックス売っててクリアファイルもあった。なんかアイスボックスを3つ買ったらクリアファイルがもらえるのかな、そんな感じのやつだった。ママが気づいたの。え、これシティユーじゃんって言って、めっちゃお家の近くのところにあってね、びっくりびっくり。なんかリエのおでってクリームパン、クリームパンでパンみたい。でも109にさめっちゃ可愛いね、女の子っぽい服がたくさん売っててさ、そういう服もさ可愛いなって思った。おいでます、元気さん。17日のお話し会ループするなんて、ありがとう、待ってますね、ありがとう。この髪の毛ですか。宮地が今日も絶好調。宮地今日絶好調なんね。真にラプンツェルできるの超楽しみなんで。え、そうなの、本当にさ早く新しいエリアできたら行きたいんですよ。めちゃくちゃもう楽しみすぎて本当にどうしよう。でもさあの新エリアできたらどっちも行かないといけないからどうしよう、困っちゃう。どっち先に行こうかな。でもやっぱランドから行きたいところよね。でも楽しみは最後に取っとくべきかなレイチと一緒に絶叫アトラクションイベント行きたいだって。え、やだやだ、本当に絶叫とお化け屋敷、お化け屋敷は絶対無理。なんかね
なんかどっかの遊園地、どこの遊園地か忘れちゃったんだけど、中学生の頃友達と遊園地行って、でなんかね、初めて長いジェットコースターに乗ったの。ディズニーのジェットコースターってさ、割と短いしさ、落ちる回数もめっちゃ限られてるじゃないですか。だけど初めてそのちゃんと絶叫っていう感じのアトラクションに乗ってね、めっちゃ落ちるし長いし、もう本当にね、でもディエなんか終わったらなんか涙が出てきてて、そうだから多分走ってる時から泣いてたんよ。この走行中ずっと泣いてて、そうびっくりした。でも気づいてない、自分が泣いてることに気づいてなくて。佐藤ち、三期オーディション54番の子の前髪好きだって、ビーチのことじゃんそれ。ランドとシーどっちが好きなのだって。うん、ランド、ランド派です。他の人さん、自分も絶叫系怖すぎて目をずっとつぶってます。一緒です。ゲーム苦手なんですよ、絶叫は。本当にどうにか克服したいなって思うんですけど、難しいですね。忘れないようにティーチーズする。なんだこれ。さっきからヘアクリップがさ後ろに当たってゴツゴツ。ティーチーズ、いつも何してるんだっけ。塩田さん、ディズニーのファストパス配信になったの知らなかった。そうなんですか。もう結構前じゃない、コロナ前ん、コロナになってからもうずっとファストパスないんですよね。復活もしなかったし、そうファストパス懐かしい。めっちゃそうなんですよ、ジェットコースターって乗ったら逃げられない。そうなの、もう始まっちゃったらさ、もう下ろしてって言っても誰も下ろしてくれないの。でも何回も下ろしてって叫んだ気がする。本当にやだ、もうね、あれトラウマです。どこのジェットコースターか覚えてないんだけど、めっちゃなんか木のやつだった。本当に怖かった。めっちゃ落ちるんですよ。なんかもうね、もう泣いてる暇もないぐらい落ちるの。だからもう絶対乗りたくないと思った。富士急とかじゃなかった気がするけど、どこのやつか覚えてない。まな板？まな板の恋だって。まな板か。リエにまな板って言ってきてなかった。やとおじさん、楽しみは最後にとっておくの分かる。お話し会も一つの部に複数人いたら一番楽しみなやつ最後に行くだって。なんかやだ、聞かなきゃよかった。くまねパパさん、前日が猛暑、何酷暑、なんかノンクールフなので17日現れなかった、中傷で倒れたと思ってくださいだって。大丈夫ですか、ちょっと本気で心配しちゃう。本当に暑いから気をつけて、くまねママさん。カベちゃんとゴルフですか。
当時さ、意味が分かると気まずい話、いやもうあれはどう考えたって、うん、よくない、そんなのよくない。まあでも私が最後かなって思ってればいい、いいんだよ。そう、みやっちが上げてくれる写真はいつもうまく撮れてるよね。ルースさん、ジェットコースターで万歳してる人とか意味わかんない、え、本当にわかります、そうなんですよ、本当に意味わかんないですよね。落ちちゃわないの、落ちちゃうよねって話したら落ちちゃいますよ。それでもね、埼玉のとこ、あ、東武港かな、そう、昨日ジェットコースターです、東武港、東武港かもしんない。そう、友達と行ったんですよ、中学生の時に。もう嫌です本当に、もう、もう一生乗りたくない。嫌です、あれは。冬物さん、デジが泣いてたの、よしよししてあげたら、デジしてください。ゆきえさん、お疲れ、ゆきえさんこんばんは、お疲れ、ゆじ使ってくれてありがとうございます、ゆっくりしていってください、わいわい。たっきょうさん、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。ね、心の中のアルバム、リーチの横は楽しそうだって、そうよ、リーチの横にいる人は楽しそうです、いつも。花屋敷、そう、東武校です、多分、多分東武校かな。くまりパパさん、かべちゃんとゴルフだったら熱くなくても倒れますだって、そう、違う意味で倒れちゃいますよね、そんなの。いや、そろそろいいから、サプライズしようか、何か起こるか楽しみな、なになに、楽しみにしてるね。うわ、みさみさ、どうもジェットコースターでバンザイしてる人です、だってやばー、やばー、みさみさ、みさみさやばいやつやそう、ほんとジェットコースター、牛原さん、東武動物公園になって木星で見て、そう、木星の、そう、本当にあれさ、私あれ本当泣いてました、本当にあれはもう乗りたくない、そう、本当になんかね、でも乗っちゃったんよね、なんかもう一人ね、実況苦手な子いたんだけど、その子と最初はね、待ってよってなってたのね、だけどやっぱり乗るってその子が言うから、じゃあリエも乗るよって乗っちゃった。でその子が結局絶叫に目覚めちゃったんだけど、リエは目覚めませんでした。さやまっちゃさん、これなんだっけ、クラゲさん、ありがとう。石田さん、セントオブジアース乗ったら楽中写真買ってください、やだ、でもセントオブジアースは乗ったことあるんですよ、そう、ファストバスがあった時代だけど、セントオブジアース乗ったことあります、もう一生乗りたくないと思います。やとうちさん、絶叫系平気って言われた、イモシとかでバンジー飛ぶことになるよ、え、やだ、え、でもヒータンバンジー飛びたいって言ったよね、で絶対無理なんだけど、本当に絶対ダメ、なんか本当、なんかほんとトラバになってしまいそう。嫌ですね、それは。そう、クリアファイル見つけられました。ラッキー。
生物さ、香川公園当選してデーツのパフォーマンス見てみたいわだって。期待しててください。あれ、ちょ待って、期待しててくださいって言ったら自分でハードル上げちゃうね。じゃあなんて言えばいいの、じゃあ楽しみにしててね。え、明日ってディズニーなんです、ディズニーなんですかじゃない、明日雨なんですか。え、明日雨なの、そんな絶対嫌だ、やだ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 、明日は晴れないと困る、ディズニー楽しみ。けいのちさんフォローありがとうございます。最初ゆっくり登っていくと傾く、そうなんかね、そうそうなんですよ、本当になんかもう覚悟しません、その辺ってもうあと何秒後、あと何秒後には落ちちゃうって思うよね、こうやってだんだんカカカカカカって登ってって、そこの辺まで来てポーっていくじゃないですか、この辺こうやって登って、もうさ、んどこうこうなってんのかなって、こうやって登ってくじゃん、ポーってでビューンっていくじゃん、この辺にいるときはさ、いるときはもうなんか本当に心臓バックバック、もうどうしようもできないから、いるもうね、どうしようもできないから仕方ないんだけど、ドキドキなんですよ。で、あーってなる。ブラッシュマウンテンは撮影と来てあげる人多い気がする、あ多いですね、なんかね結構みんなあげてるくないですか、私スプラッシュが今一番無理かもしれないです、スペースはいけます、でもスペース一番最初によく乗るんですけど、スペースを一番最初に乗るとでもうちょっと落ちるだけですぐ叫んじゃうんですよ、だからもう喉カラッカラになっちゃうんですよね、スペースを一番乗ると。私はスプラッシュが一番嫌いです、スプラッシュよりはまだセンターオブジアスの方がいける、痛い、太もものお肉をさ挟んじゃった、今痛い。猫さん下手なんでジェットコースター乗れないタイプ、リエも乗れないよ本当に、でもね無理して乗る必要はないと思います、本当に危ないから、あの心臓が絶叫乗った後の虚無感やばくないですか、はぁってなる、魂抜けちゃう。フサミさ強制万歳するからリエチ一緒に乗るかだって、嫌だ。絶対嫌だ。ミサミサとは一緒に行けません、残念ながらここで退場。ひなとおじさん森生となら飛べるでしょだって、えでもえちょっと森生さんだけじゃ足りない、でも3期生14人でせーので飛ぶよとかになったらもうやるしかない、でもカスミンとサッチとヒータンでこうやって手つないで飛ぶんだったらいいよ、でも1人じゃ絶対飛ばない、カスミンと2人とか絶対飛べない、なんか怖いもんカスミン。マルシさん何がトラウマになるのか、トラウマ東武動物公園のジェットコースターがめっ
ちゃ怖くって飲みながら泣いちゃってたって話をしてたんですよ。みかんさん、リエチ前髪もめっちゃ可愛いですね。ありがとうございます。しっかりも雨のディズニーもまた行こう。確かに雨ディズニーまだね、人生で一回も経験したことないんですよ。高野人さん、関西も雨予報出てます。気をつけてね、本当に最近雨すごいか。ワンちゃんのやつ食べちゃダメだよ。だってなんで、好きなのにジェットコースター大丈夫な人、大丈夫じゃない人です。最初に登っていく時のタッ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 って言うと、え、わかります。本当にあそこドキドキするんですよね。スプラッシュってめっちゃ怖くない？なんかディズニーの中で一番怖い。でもね、タワテラ乗ったことないんですよ。でも明日は C だから、もしかしたら乗らされるかもしれない。でも絶対に乗らないです。太もものお肉に挟まれたよディエツの太ももの肉も挟まれちゃった。このなんか穴開けパンチがあったのね。 あってさ、なんかずっとこうやってこの足のあたりで、足ってかこの辺でなんかカチャ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 やってたら、太もものお肉キュッてやっちゃって、今めっちゃ痛かった。びっくりした。痛かったです。タワテラはストーリーが怖いんだって。え、そうなの？そうなんだ。ストーリー分からん。でも YouTube で見たよ、なんかタワテラ撮影してる人、真っ暗でいつ落ちてんのかあんまりよく分かんなかったけどでもさ、そういえばお化け屋敷、お化け屋敷ってさ、本当のお化け出てくるっていうよね。でそれ聞いてからさ、やっぱさ、良くないなって思った。でも最初はホンテッドマンションですら怖かったです、最初のやつが。でも今はもう大好きなアトラクションです。確かにサラさんと一緒なら飛べる晴れてても急なスコールはこの時期あるからね。やだな。でもびしょびしょになったらもうそれまでです。それまで。でも雨で濡れてもディズニーは楽しいです。でも髪の毛とメイクは終わってしまうけど。お化け屋敷はリタイアできるからまだマシなんだけどね。リタイアできるんだお化け屋敷って。あ、そうですね。じゃあいいんだね。結構そうだね。だってジェットコースターはリタイアできないですもんね。確かにそう思うとさ、お化け屋敷はまださいいね。写真載せれるのもったいなすぎる。え、あのさ、多分カチューシャつけてなかったら載せられると思うよね。ハンドグリッパーで握力鍛えるみたいな感じで太もも鍛える太もものお肉を消したいリエの全身には余計のお肉がいっぱいあるから、全部吸い取って皆さんに分け与えたいです。みんな細い人、世の中の人は細い人が多いです。本当困るから、リエの余分のお肉みんなにプレゼント for you。
と3分になって、あ、そうなんだ、あと3分か、あらま、はい、お肉あげます、みんな細いからみんな細いからリエチのお肉プレゼントします。ディズニーで食べ過ぎないように気をつけよう。そうよ、え、そう、サラさんのウエストがねめっちゃ細くて、ウエスト、そう、ヒータンとめっちゃびっくりしたんよね。いつだっけ、いつかな、いつのやつか覚えてないんだけど、サラさんが前をさーっとやった時にめっちゃサラさんのウエストが細くて、ヒーちゃんかな、ヒーちゃんかも、いや、ノーミョンかな、わかんないけど忘れちゃった、ヒータンかヒーちゃんかノーミョンだかわかんなくなっちゃった。あ、じゃあ壇上見ますね。それでは13エボルタさん、今日もありがとうございます。12浮遊物さん、ありがとうございます。11試験マシンさん、ありがとう。それから10位熊手パパさん、ありがとうございます。9位キッチンさん、今日もありがとう。8位トウモロコシさん、いつもありがとうございます。そして7位マダスゲームさん、ありがとうございます。6位泣き殻さん、ありがとうございます。5位森健さん、いつもありがとう。4位ダイちゃんさん、ありがとうございます。3位タペアさん、いつもありがとう。2位トトミチさん、ありがとうございます。1位はルパンさんでした、ありがとうございました。リエチありがとうね、だってこちらこそありがとう。毎日体重公開アイドルしとくなんて絶対やだ、そんなの絶対やだ、屈辱的おやすみ。うん、早いですね配信ありがとう、だってこちらこそありがとう。みんな明日も暑いからね、気をつけてね、ちゃんとお水を飲むんだよレイチは夢の国へ行ってきます